神戸港地区のコンテナターミナルで活躍中の日本郵船が運営しているタイヤ式トランスファークレーン。トランスファークレーンはコンテナターミナルをはじめとする港湾や貨物の積み替え拠点において海上コンテナを移動させたり積み上げたりするために用いられる特殊車両である。貨物の積み替え場所のみで使われることを想定した特殊車両であり一般道路でコンテナを輸送するためには 通常のトラックやトレーラーによるトランスファークレーンは、間口が幅広く大きな門系の構造を備えており、この内側に上下するスプレッタというコンテナを掴んで持ち上げる装置を備えている。スプレッタでコンテナを持ち上げると、門系構造の内側にコンテナを抱え込んだような状態になり、下部に備えたゴムタイヤまたは専用のレール付設により自走して移動できるようになっている。 日本では移動自由度が大きいタイヤ自走式が圧倒的に普及し、大規模なコンテナヤードでは十数台規模で導入されている。逆に列車のように直線上に設置されたレール上を前進と後進の繰り返しばかりしかできないレール式は、隣接する隣のレーンには移動はできないが、レール走行という固定された行動を利用して完全無人化による自動運転ができる。 門系の構造により、すでにコンテナを積み上げてある場所にまたぐように入り込み、その上にコンテナを積み上げることができる。門系構造の高さが高いほど、コンテナを積み上げられる、高さが大きくなるが、台風や地震の多い日本では、業界の自主規制により、最大で5段積みまでと決められている。ありがとうございます。